皆さんこんにちは、ジェームです。タイガです。タイサイヒヨアオイ鳥山明。せーの、よしゃねー。久しぶりの社内トークです。今回、あなたにとっての神って誰ですか？あ、もう一人しかいないっすよ。せーの、両親だ。タイサイは誰ですか？両親。神様ってことだね。まあそうだね。水上瀬戸、うちは、うちは最も近いからな。言ってた。アオイは誰って言いました？マラドーナ。一緒。え？マラドーナってた、うん、サッカーね。ボンマーリーやろ。大将、まあ、ボンマーリー、ベイブルースぐらいかな。キヨが俺、ガムとしてかと思ってさ、達也さんって言ってんけど、個人やったらマイケル・ジョーダンって言おうと思ってました。人にとってはいろいろ神が、神が違うからね。確かに。でも、全員が一致する神って誰なんやろな。マザー・テレサとかちゃう。でも、マザー・テレサが実際何をしたかって分からんやろ。分からんけど、なんか神イコール大谷翔平、あれ神やな。お笑い界の神とか、なんとか界のとか、だから多分ジャンルに分けた時の神はいけそうやけどね。おるかもしれないけど、ね、そのトータルしての神って合わんやろな、多分。なんやろ、白ご飯とか。あー、食を支えてくれてる。でも神様とは信じますか？信じます。キヨは信じます。おいは一応。これしたらちょっとバチ当たるかもしれないけど、これは神信じてるからだよね。それこそ選手とかさ、鳥居入るときってお辞儀するやん。まあ、別にしなくてもいいわけよ。まあまあそうね。しないことによって、罰が当たるかもしれないって思っちゃってるってことは信じてるからだよね。いいんじゃない。俺は礼儀かな。しないとダメな場所だから。ってことは信じてるからね。レストランのこの格好をして行くのがエチケットみたいな感じに近いもん。でも霊とかは信じる。幽霊はあると思う。へえ。神様は おりそうな感じがわからん。追ってほしいっていう願いかな。想像つかん。アニメの世界とかでしかないからな。高いし。っていうフリートークも含めながらなんですけど、はい、せっかくドライブやねったらちょっと企画でもしましょうかと。あー、どこ、まずどこ行くんですかこれは。体育館に向かってます。はい、体育館。高速しりとりです。高速しりとり。はい。あ、リズムだ。はい、これは頭の回転やん。5回ミスったら終了。罰ゲームあります。罰ゲームあんの嫌やな。まあ、車でそのまま走ってる途中に飛び降りるとかやったらいいけど。全然すごい重い重い重い。良くない。罰重いのよ。いいけど。じゃあ、大勢、誠一、タカ、アオイ、キヨ。で、キヨ、アオイ、タカ、誠一、あ、そう戻ってくるか。戻ってくるの。自分で言って、自分で迂回さなくて。やっぱ。意味わからない。待って。俺の終わったら大勢やろ。おおおおおお。気が終わったら対戦。そう、okay、 普通はね、普通はね。じゃあ罰先教えてよ。何、いや、そう、俺も知らないんですよ。俺知ってます。それフェアじゃないな。フェアじゃない。おい、ざけんな。じゃあ言うよ。罰ゲームは今日一日靴を逆で履いてもらいます。うわ、怪我するわ、足痛くなるわ。え、ほんまに。うわ、で書いてあった。それでは行きましょう。行きましょう。大勢からジャル。おい、高速しりとりゲーム。おい、最初の文字はル。せーの、ルール。ルビー。ビー玉。マント。鳥。リンゴ。ゴリラ。ラッパ。パンツ。つむき。キツネ。猫。子猫。コアラ。ラッパ。あ、言った。わあ、言った。ちょっと待って。ラッパ言った。ちなみに、今言ったやつは全てなしにしますか。おお。いや、無理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 。覚えれない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 。今日が始まる。はい。高速シートルゲーム。はい。最初の文字はケ。せーの。ケ。けん玉。マント。ちょっと待って、今の体勢アウトですね。まさかのけんで来ると思わなかった。これはキヨのトリックトリックプレイです。危ない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 。はい、1-1ね。はい、大勢から始まる。はい、今度のシュートリーゲーム最初の文字はこれが一番怖い。怖いな怖いな。み、せーの。ミント。トマト。トンド。トンドは何？トンド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 って何？マジでやん。マジでやん。さっき俺トーマスって言ってたから。タグから始まる。はい、最初のお題は、ほ、ポッケ、けん玉、マイク、靴。終了。遅いって。こいつエグい、こいつエグい。遅いポンポンポン。さあ、最悪。よっしゃよっしゃよっしゃ。ホッケよう出たね。大勢がなる。高速シートゲーム。はい。最初文字はル。せーの。ルビー。いいポ。あ、いいポ。
ポンポンポン。それでは会場まで。今年のゲーム、はい、最初の文字はめ、せーの、メダカ、カメ、メダカ。あ、これもう1、1じゃん。で、対数だけ、対数だけ2。あ、会場まで。今年のゲーム、最初の文字はへ、せーの、ヘビー、ビー玉、マント、トマト、氷、リンゴ、ゴママイク、靴、積み木、キツネ、猫、コアラ、ラッポ。ラッポ、ラッコとラッパがもう混ぜり合った。政治家じゃる、はい、今度一緒に最初の文字は、はい、せーの、ホッケー、けん玉、マント、鳥、リンゴ、ゴリラ、ラッコ、子供、もう、アウトです。コードもアウトです。トゥートゥートゥー。はい、それではいきます。青いから始まる、はい、高速しりとり、はい、お題はこ、せーの、コアラ、ナッパ、パンツ、つみき、金玉、マント、トナカイ、インコ、子供、もずく、靴、つみき、キツネ、ネズミ、ミート、パーポンポンポン。でも俺以外にいちゃうぜ。意味すぎ。いや俺もう猫の開始考えとったよ。あ、はいはい、そう、あの予想しちゃうよね。あ、ネズミって。高から始まる、はい、高速しりとり、はい、お題はけ、け、けん玉、マイク、靴、積み木、金玉、マント、トナカイ、インコ、小包み、ミンズ、ちょっと変化球もいいぞ、いいぞ、うまいぞ、高くん。チャールドさん、高くんや、高くんから始まる、はい、高速しりとりゲーム、はい、最初の題はま、マント、扉、ラッコ、コツつき、コツつきって、コツつき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 と、キツつき。そんな体勢から始まる、はい、高速しりとりゲーム、はい、お題はビ、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パンツ、つみれ、レンコン。あ、俺の変化球、ポン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 、変化球、ポン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 で沈めた、かっけーな、ね、やってやったぜ、ポン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 、やったぜ、いや、つみれでいったんや、目の前でフォーク落ちちゃう。やってやったぜ、うまいうまい、あ、そんな体勢からじゃる、リーチやで、リーチでございます。お題はロ、せーの、ロウソク、靴、積み木、キツネ、猫、コアラ、ラッパ、パンダ、ダーマ、よっしゃー、ダーマ、ダーマ、パンツいきませんポンポン。俺と葵が3、対戦4で、2で1、気を強いやん。そんな青い部分始まる高速しりとりゲーム、 お題はおい、な、魔界、はい、アウトアウトいいね、気を初球で沈めたね、沈めた、俺と青い部分リーチ、リーチ、やばい、やばいぞ、やばいぞ。さあ、キヨちゃんラスト沈めてくれ。さあ、青い部分から始まる高速しりとりゲーム、はい、お題はに、ミント、ミーンと、はい、じゃあ俺今2って言ったつもりやったからさ、違った、あ、そうなの、そう、あ、まあまあまあ、でも俺もミーに聞こえたから、うん、ごめん、ごめん、俺アウトで、え、逆回りする、やばい、やめろ、やめろ、そんなの、すんな、お前リーチでそのくすぐんな、そんな気分が始まる、おい、高速していただけ、おい、お題はは、せーの、は、葉っぱ、あ、ちょ、こっち、はい、そんな気分が始まる、おい、お題はで、せーの、レンコン、わー、よっしゃ、いや、レンコン出るよ、一気に3匹、そんな言うかじゃない、お前もかレンコン、高速しりとり、お題はで、せーの、レイ、インコ、小包み、ミート、扉、ラッコ、コアラ、ラッスル、ゴレライ、あー3や、そんな聖地くんから始まる高速しりとりゲーム、お題はち、ちんこ、子供、もずく、車、マイク、靴、積み木、キツネ、猫、コアラ、
ラッパ、パンダ、だるま、マイク。マイク言ったんちゃうか、言った記憶あるで。マントじゃなかった、言ったような気するけど、ほんま、なんか言った記憶あるけどな。じゃあ、キヨちゃん、リーチです。リーチで、おー、今日から始まる放送してるだけ。お題はレ、せーの、レイ、インコ、小包み、ミント、トマト、トマト、いや、言わなかった。ポン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 。葵がうまかった、今のは。一気に負けた、一気に返り咲いた。おー、だって1から1から一気に来た、ね、強かったんに。罰ゲームの発表したいと思います。え、変わった。今まで変わった。おまけで、1人で10個つなげるから、この速さで。あー、いいね。そしたら、靴だけ10個数えてじゃん。そう、次数えるわ。ということで、この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高速グッド、高速コメント、高速切り抜きもお待ちしてます。以上、自由ガーシャ。目、やばい、目、メダカ、カマキリ、リンゴ、ゴマ、鳥、リンゴ、ゴリラ。リンゴ言ったよな。惜しかった、惜しかった、惜しかった。いいペースだった早いって言うやん。いけたと思ったよ。あの、なんかそのあれあるじゃないですか、決まったルートみたいな。そこに入ればいいけどね。はい、5000円は無理やって。1人高いやろ。1人につき金欠、金欠。